こちらへ。御作の伝承を語りましょう。御作？聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島を前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓もののふの亡霊の呼びたるを聞いていずれば、かばねの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりてきたるに、御作恐れて手が震え、足なんと思うとき、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、夜めきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、もののふの亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、御作死して村の家々鎧をば被葬して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。Ah!